ヨギボウィリーグ第17節長野対エルフェンゴールデンウィーク3連戦の最終戦です。まずは前半2分です。この試合のファーストシュート、こぼれたところ遠い位置から三浦が打っていきました。エルフェンもこの試合積極的にシュートを放って相手ゴールに迫っていきました。先制シーンです。前半4分、瀬戸口のこのパス、最後吉田理子冷静に流し込んでエルフェンが先制します。吉田は今シーズン5ゴール目、キャリアハイの数字となっています。34分、こちらもエルフェンです。瀬戸口のシュート、こぼれたところ1人かわして吉田のシュートでした。しかしこれは長野のゴールキーパー伊藤ゆりや、見事な反応を見せています。ゴールを守りました。エンド変わって後半です。48分、長野太田のパス落として最後伊藤恵美のシュートでした。これはゴールの上に外れます。この試合この上田の落としポストプレー見事に光っていました。54分、エルフェンのシーンです。こちらもこぼれたところかわして吉田のシュート、これはゴールの右に外れますが、本当にこの吉田多くのシュートを放っていきました。63分です。0対1で1点ビハインドの長野、こぼれたところオックスこの位置からのシュート、これで1対1同点に追いつきます。オックスは嬉しい、今シーズン初ゴールを挙げています。そして67分です。このスローイン、川船のクロス、反応したのはオックスでした。代わって入った川船から最後はオックス、これが決まって2点目、2対1、長野が逆転して、そして試合終了。長野対エルフェンの一戦は長野が2対1勝利を収めています。